い、こんばんは、カンピンタンです。今日はですね、はい、三重県伊勢市大湊町のフィッシングタックルショップ水辺、水辺さんにやってきました。はい、これ T シャツとかになってるやつじゃん。そうやね、うん、はい、で今日はちょっとあの BSB さんの穂先とか、はい、ロットなどを置いてるっていうことなのでやってきたんですが、おちょっと中に入ってください。何しに来た？え、穂先を買いに来たんや。あ、そうなん、うん、はい、どうぞ、はい、あ、あとしんちゃんがですね、もうすぐ復活、はい、予定かな、予定かなっていう感じです。はい、はい、はい、見て、はい、あー、いい匂い、コーヒーのはい、サオ、サオアジングとメインは、メインは基本的にはルアーがメインになりますので、はい、今置いてるのが、アジングロッド、はい、これな、作ったやつな、化け物、化け物ちょっと触らせてもらったけどなんやろ、あのよく似たやつはあるらしいんやけど、これね、本当にな、中身違う、イカダにも使いたいぐらい。そうやな、イカダでぜひ使いたい。ちゃんとあるよ、このイカダな、これが、ビヨンド。そうですね、ビヨンドのグリップがスリムタイプ、ね、スリムタイプありますね。もうこれ2本だけな、これ2本だけですね。ほら、まだあったのにあれ売れたやな、俺が気に取ってた結構ね、早いこと出ちゃって、あ、次回の入荷も未定ということで。そうなんさ、ほんで伊勢に取扱店ができて、うん、なんと、うん、コーヒーまでできてなんとこの穂先がストックされとるという。そう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 、これが嬉しいな、うん、こんな数字言うてもわからんやろな。わからん。これキャップも売っとるの？そうですね、そのキャップも販売しておりますね。なんかいろいろ置いていくとは言うとったけど。そうですね、あの、あるやろ服が。あ、ほんと、あったあった、かわいいよな。猫猫猫猫が隣におる。これは餌をまっとんか。そうですね、餌まっとる。もうあるあるですね。あるあるやな。へぇ、すごいな、かわいい。おしゃれにしてあるよ、ここ。うん、照明もつけてこれもどうなんやろな、アジングロート。うん、まあ、来て来て触ってほしい、触ってもうて、うん、なるほどって感じの小細工が、小細工なんだろう。小細工って言ってんの？大細工やな、うん、多分革命やな。うん、革命だから、はい、本当に血の釣りが欲しい、うん、いろんな釣りにこれからなっていくんじゃないかな、うん、そう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 、その技術が難しいやろうけど、うん、これは本当に発想が異常やな。うん、堤防の落とし込みで私は欲しい。欲しいな、ぜひとも欲しい俺これただその知能を変えれるのかどうかっていうところ。それはそれで作るんじゃない？だって知能専門で雇ってて。ああ、落とし込みをタックルで欲しいよな、うん、なあ。 BSB さん、ぜひアジングロッドの作りで落とし込み用チヌザオを作ってください。また視聴者様、ぜひこのアジングロッドを手に取ってみてください。素晴らしい作りになっております。では少しだけ穂先のお話です。それな、あの4-2S の 3.0、 その、うん、ラインが3号までいけるやつ、うん、ちょっと旅がうろうろしだしたもんで、うん、ちょっと行こうかな思って。これが、あ、前のあれで80のまで上げたのが 2.5 のラインやって、うん、その上がやっぱ欲しいライン、うん、ちょっと怖い で、うん、で今回これ。え、じゃあ私何使うの？好きなの選んでそういうこと、うん、あ、そういうこと。とりあえずこれは多分まだあると思う。ああ、 2.5 やったらあるよ。でも、うーん、 3号ってあんまり BSB さんではやらんことやん。ますよね。俺はこれが欲しい。では今日は俺じゃないの、あんたの思いきやろ。じゃあでもそれはどういう感じのイメージで使う？ああ、イメージ。穂先はどんな感じ？これ使うやったらもうでかいのしか狙わんから。ちゃ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 、穂先の柔らかさとか。柔らかさ、いいよ。あの、なんやろな、4-1。うん。あんまり穂先のこと言うなって言われてないから。いや、だからその、うん、
あんた的にはどういう穂先をメインに使う？ただこれちょっと触った感じ硬いんやけど、うん、4の1と比べるとやっぱり4の2やで、うん、3号までやん、うん、メインが、うん、で3号イコール大体深場、うんうん、行くわけやろ、そうやな、っていうと 30m ラインぐらいって考えると、うん、潮の抵抗でこれぐらい張ってもらわんと、うん、多分竿が死ぬ穂先が、ああなるほどな、うん、で中切りで 25m ぐらいからこう行ける感じやと思う、うん、だから張りながら使うってことやね、張りながらも行けるし緩ます、で張った時には多分これぐらいなっとると思うさ、3号ラインやとこう曲がるのさ、うんうん、緩めた時も針がちゃんとあるんだ、ここから、うん、この辺がな、うんうん、5ミリぐらいが、うん、ちょっと針があるんで、うん、たるませてもいける、なるほど、で、これが欲しいなるほど、欲しい、それは浅場でも使えるの、浅場でもいけるのはいけるな、こんだけ、うん、感度あれば私は使える、あんたはこれ得意やと思う、あ、そう、うん、なるほど、これより柔らかいのは俺は苦手やもんで、数釣りとかのされる人、うん、4の1とかはもう柔らかいで、なんかこれが一番動画もな、うん、見えるし、どういいじゃない、はい、これ見て、うん、これはこピンボケする、ピンボケするな、光で、よし、はい、かな、はい、はい、ではこれを買って帰りますか、あんたは、え、あんたは、私は別に、じゃあ別に俺は今日でもなってもええね、これは、いやでも土曜日曜日行くの、行く行きたいやろ、行きたいってことは買わなあかんってことね、でも一番今ここにある穂先の中で硬いのって4の2ですよね、そうですね、おそらく4の2のこの 3.0 っていうのが硬いのかなと思いますね、1の1ってあんの、これが1の1、ちょっと動かんといて、ああ、カスツイとかいけそう、あの、アイゴとか当たりが分かりそう、なるほど、うん、3の1サバっても分からんのさな、私、あんたはな、ちょっと固めの方のがその後ろのピンク色、これ、うん、結局4の2、4、2本ってことほら、うん、そやなということで、はい、こちらで、え、これ3号用と 2.5 ちゃうかな、そうです、2.5 と3号用になりますね、へぇ、3号ってだってめったに使わんもんな、多分これ多分2号まで、うん、で、この 3.0 が3号までやと思う、うんうん、これな、うん、で、見て、ちょっと話変わるよ、すごい、ここにもちゃんと書いてあるすごい凝っとる、はい、凝ったな失礼いたしました、そういう感じ、すごいな、うん、ここまでするか、すごい、うん、はい、では買ってね帰ろうと思いますよ、はい、皆さんじゃあね、あのぜひあの、うん、トーンとかの、はい、釣りに来た時に、うん、帰りぜひ寄ってみてください、これ穂先は何が入ったの、4の1だな、3の1、あ、3の1だ、うん、そうですね、あんたがちょっと欲しい、そう、うん、欲しかったんやけどな、これ太い方なんさ欲しい、うん、あ、両方細い方なんだ、うん、なるほど、あ、まだありますよ、まだありますよ、まだありますよ、これいくらなの今、それ3万9000円になります、安っ3万9000円、サンキューパー、力が欲しいなら買いに来い、はい、ということでフィッシングタックルショップみずめさんに行ってみたでした、4の2の穂先を買ったので今在庫があるかどうか分かりません、行く前にぜひ在庫の確認などをしてもらってから行ってみてください、概要欄にお店の情報を書いておきますのでぜひチェックお願いします、それではまたね、チャンネル登録、高評価。